ワシュリーを送り込むとこなんですけど。来い。待ってて。やだ。待ちはしません。すぐいなくなります。とりあえずここからね、もうアシュリーに指示が出せなくなるというか、レオン単独の旅が始まります。あ、待ってよレオン、離れてろ、行くぞ。あれ、反応しちゃった。ここら辺から反応しちゃうのか、マジで。まあ割と近いは近いんですけど、どうなってる？レオ、アシュリーに指示出せるようになっちゃった。まあいいや。どこ行くの？来ちゃったか。来ちゃったか。この子から脱出して大統領のお父さんのところに敬礼。お前敬礼よ今のは。そっか、走って追いついたわけではないのね。おそらくここら辺から来てるな。ええ、無事？余裕さ。まあ服なんかも着こなしベロンベロンじゃねえか。いますね、アシュリーはそこにいますね。いますね。あ、ちょっと動き出してんじゃないか。あれ、私はもういきなりこのゴンドラに乗ります。アシュリー追ってきてはいますね、地図で見ると。でもまあ結構遠いですよ。来い。え、オーケー。え、あれ間違えてたじゃん、乗る場所惜しいんだ。やっぱアシュリーが遠くにいるとちょっとバグる可能性はある。そろそろ着きそう。あー、ここら辺は、あー、くそー、やるなアシュリー。来い。オーケー。完全にゴリゴリに線路から来たけどね、悔しいな。ほら、うん、オーケー、うん、アシュリーはここです。ここにいます。先生まだここにいますね。しかしまだいますね。まだいますね。え、残像だ、残像だ。で、
急に消えたやかな。うわぁ。で、急にここに現れると。まあ、結構瞬間移動するんですね。来るな！来んでー！ここだと